はいどうも皆さんこんばんは、モッティです。ということで今日もやっていきましょう、スプラトゥーン実況プレイ。今日もガチホコバトル頑張っていきましょう。でちょっとイカ速を積んでみました。今日はかなり塗りが必要なステージなので、ノバブラスターだとかなり苦しい戦いになるかもしれませんが、まあ、頑張ってやっていきましょう。よろしくお願いします。ガチホコバトル、デカライン硬化したアロワナモール、ちょっと腕前も落ち気味ですね。まあやっぱりそろそろそういう時期だなっていう感じもしてますね。スプラトゥーンやっててもコメント欄見ててもね。まあそんなことはどうだっていいんですよ。気持ちよく楽しくできればスプラトゥーンはそれでいいと思ってるので、もう最近本当にまあいろいろ気にすることなくねやっていきましょう。まあとにもかくにも基本ルールに忠実に、ただそれだけですね。あれですよ、必勝法なんていうね言葉にね惑わされちゃいけないですよ。このゲームに必勝なんてありませんから。全一ですら必勝できませんから。よろしくお願いします。ノバスシコラカーボン。ローラコラ？ローラ多いですね。なんか今日全体的にローラーが多いイメージがあるんだけど。なんでなんだろう。ただ、多分相手の方が初速は遅いので回れますよね。で、右サイド入ってないのでこの辺にボムを置いておく。で、右一人左通えてるので、これはカーボンが来られちゃってるから左サイドから上がられちゃうとまずい。で、しかし、2、2で、ここ、そこにいるのが、一個行ってくれて、あー、マジか！そこ溶けちゃうか！ドンマイ。それはドンマイ。いけるか？ナイスローラー？あー、上がれなかったけど、19、ナイス！いいタイミング合いましたね、今ね。寿司は、ちょっと、惜しかったけど、あのタイミングにただ合わせて持っていけるんで、すごくいい飛び出しだったと思います、あれは。で、あそこ飛び出してくれないと逆に、きつかったりするんで、これ、待つか？待とうか。はい、あー、誰か欲しい！スキマスって入れたら、今、いけたね。一桁いけたね。おしおし。ナイス、ナイス、全滅？マジで島。マジで島。いい味方引いたぞ、今日は。行っちゃえ。いっていいぞ。ついた。ナイス？マメンミー！ナイス。最後の1キルは、もう、ごっつぁんですね、これはね。いや、強い、素晴らしい。こういうことですよ。基本に忠実、ね。人が、ここを持ったら、シューターとか前に行ける武器は前に出る。ね。ダイナマは俺の後ろからちゃんと塗り、サポしてたでしょ。で、それで寿司倒れちゃったけど、寿司が出たタイミングで左サイドがガラ空きになるから、そこにここを落とすと。さあ、ロラコラがその後ろからちゃんと見てくれていたと。完璧じゃないですか。それですよ。みんな矛周りにいたじゃん。それでファーですよ。で、それがどっちが上手いかの勝ちだから。必勝法なんてないから、矛に。それ、そういうことだよ。そんなにね、なんか考える必要性ないと思う。僕はそう思いますけどね。人はそう思わないかもしれないけど。それは個々人のね、考え方、いろんな武器、いろんな立ち回りあるから。まあいいと思いますけどね。ただ僕はそう思うよっていうお話でした。ハイドラチャー、ホッカス。これは全然出なさそうだな。難しいんじゃないかな。これはちょっと、しかも塗りもだいぶ苦しいかもしれないんで、そもそもまずこれ割れるかどうかですよね。無理かな？いけるか？相手も初速遅いか？とりあえず割れたけど、多分ちょっと一回引いた方がいいと思うね。これ結構や。押し方、押して、あー、無理、それは。そうだよね。だからやっぱ結局、前線出れないよね。やっぱこの編成だとね。これは、ホコだとやっぱ、前線出れない武器は、それだけで若干ディスタードになっちゃうんで、割と、それギリ届く。そう、こういうタイミングで、前線にいる武器だと、ポンポンポンとリード取れる。それがホコのいいところ。ナイス。いや、自力でいける。ごめん、間に合った。いいよ。どうしよう。あ、ごめんなー。あ、でもいい。左、ナイス。さっきの俺の、さっきの寿司の役割を今度俺がやってるみたいな感じですね。なんかすごいメガホン。で、このタイミングでそういうことやってるから、まず、塗りが結構それだけできついからね、この編成。マジでさ、ちょっとあのさ、今のはちょっと俺、怒りはしないけどさ、呆れていいかな、今の子。足でない、大丈夫。
わー、ちょっと弾出しちゃったのが握手だったかも。ここにいる、ナイス。いや、誰かがね、めっちゃキル取ってくれてるよ。ハイドラかな、ハイドラな気がする。いや、行く。もうこれは出した方がいい。絶対出した方がいい。絶対落とした方が楽でしょ。マジで気持ちなえないようにしよう。ダメ、頑張ろう頑張ろう頑張ろう。ダメだダメだ。もうそういうのに負のオーラに連鎖されたらそれこそ負けるからマジで。出れねえなぁ。シューターが1個いるだけでもだいぶ楽だと思うんだよね、こう編成的には。多分ハイドラも辛いし、やっぱこういうことされちゃうから。出れないんだよね。いや、こういうかなり無理くりな飛び出し方をしていかなきゃいけない。かなり無理、かなり無理くり。これで、やっとポジにつけて、しかしそこからボムが飛んでくるっていう状況がよく分かってなくて、こうだ。俺ちょっと今の失敗したな。今の待たないで行っちゃうべきだった。今のはミスった。今のはミスった。行っちゃった方がよかった。ナイス。うん、いいんじゃん。よしよし、ここまでカウント持てば多分あとはいける。味方止まる、ハイドラが止める、多分止めてくれる、いける。よし、これはいった。ナイスメガホンやな。あ、届かない、届いた、ギリギリ。あとはどう来るかですよね。右サイ上がってくるかな。右サイ上がってくるけど右サイは止まるんで。ナイス。あとはノバがあれかな、前線に出れないような雰囲気で立ち回っとけばいいんじゃない。ちょ、ごめんごめんいや、ハイドラでしょ。違う、ああ違うかも。リッターかも、あのチャージャーかも。チャーかもな。ここだな。あ、もう一個いった、マジ。うっと、とかと。そう、これが本来の姿多分。あー、ごめん、あー、やっかした。あぶねー、ナイス。あー、どこ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 、マジマジマジ、ラス1にやられる。嘘。いや、マジかよ。どうなってんのそれ、どうなってんの。嘘やん、嘘やん。無理ー。やっぱ一人で誰もいない前線に行ってるんだよね、こういう時にね。お、頑張るぜ。大丈夫だ。ハイドラとチャーがいてくれるから多少。あ、ナイス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 、そっち。ナイスナイスナイス。オッケーだけど、ちょっと怖いから、ここ。いいよ、俺が閉じる。俺がここ閉じとけば、ほら、来るでしょ。あー、いや、遠かない、ナイス。いやー、よかった。3対4で勝てましたね。よかったですね。いやー、まあ、どうにか。いや、ハイドラがいてくれたのはありがたかったな、マジで。あれ、よく見てたな、ハイドラは。見てたわ、俺が突っ込んで、チャート11になった状況で無理くり持ってって死んだタイミングで、そこでバリアー入って、ハイドラが突っ込んでったんだよ。で、そこで割って、もうほぼほぼ、周り塗り状況、きつい状況下で、で、ギリギリ、ちょっとだけカウント進めて、俺がまたそこに戻ってきたっていう場面があったけど、あのタイミングのハイドラの飛び出しはハイドラでやってんのマジですごいよ。今のエスプラティアで、シューターですらそんなことできる人なかなかいないのに、あれハイドラできるのすごいわ。マジで。結構、だから全然画面に多分映ってなかったかもしれないですけど、いや、あれはすごいな。で、いいタイミングにね、メガホンもあったからね。よく勝ちました、3対4で。はい。さあ、改めて頑張っていきましょう。あ、縫いはいけそう。うん、チャーだな、チャー次第だな、相手の。よし。チャーと、ラピはそんなに、ここは強いですよ、ステージ的には。ここ割はそんなに速くない方なので、ここ割対決とかになったら全然いけると思う。どこ？見えない。無理、きつい。あ、ごめん、もっと、あぶね。寿司上がられた？上がられてない、大丈夫。危ない。荷落ち。ごめん。いい、落として、引かせられない、ごめん。これはごめん。これは俺の握手だわ、これ。握手だわ。
すな。これは止める、俺が。合わなかったな。タイミング合わなかったな。右サイドから入られたの。よし、最低限。で、どうなるこれは。あー、それ無理。あ、ショバッチ死ぬ。意外とあれか、割と守備的か、守備的か、守備的っぽいな、守備的な味方っぽいから、行こう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 、全然行こう行こう、全然前前前行こう行こう、あーそこごめん、じゃあ行くわ、カウントだけ55。はい、これ飛ばない方が良かったかな、バリアあると思うんだが、そろそろ回転的に、軸的に嫌な位置、うえ、あ、そっちもスパシャ入ったのね、あ、はい、あ、はいって感じ。まあちょっとここら辺はリード取られちゃうかもしれないけど、スペシャルのタイミングは相手結構合ってるので、ラッキー、あ、落ちてくれてない、あ、ちょっと変なとこやっちゃった、やらかしたかも、この位置はあんまり良くない、多分ね、そうなんだよね、カウント的にはそっちでいいんだよね。どうなってる、どうなってるかな、オールキルなってるね、なんでだろうね、なんでだろうね、みんなスルーしてくんだけどマジばらけるんだけどマジ笑うわ、あ、ごめん、あ、そこ刺さんない、うわー、マジだちょ、待てよ、4-0、あ、そうなの、マジでみんな自己主張しないね、スクラス、一般的日本人がすごい、すごい多い、似てる、うん、向かうね、行くねえ。何それ、出れない。スパショートのタイミングで吐くからな、相手が。入ってくれた。ありがてえ。いやー、ありがてえ。これはありがてえ。これマジでありがてえ。これここ見れるから。見れるから。んーなプラス1残ってた。自陣に残ってた。なんかでもなんかね、難しそうだね。いやー、マジか。マジか、それ。いやー、きつい。あー、出なかった。これ右サイ？右サイ？いや、割られてる、割れてる、割れてる、割れてる。なぜか割れてる。あ、俺がボムで倒したのね。今の俺が、俺のボムか。センターから入られ、いや、センターより多分サイドから入れ、ちょ、マジ、あ、終わった。すいませんでした。すいませんでした。もう今の俺1列で自分が先輩だと思います、これは。ナイスーナイスー、もうタイミングが合わないね。いや、これは俺先輩でいいや、俺先輩だわもう出なさすマジ俺だけデス数重んでるよな、これ明らかに明らかに俺が先輩、いや、先輩の分のデスと、ほこもちの分のデスが相まって、とんでもねえことになってそうなの。なんか、どうすんの？あ、伸ばこない。いけるか？ 36！ ラスト 10秒なんで、今のは突っ込みました。カウント見て。カウントってか、カウントダウンって言ったらいいのかな。秒数見て。さあ、ラストは見てる。俺見てる。俺見てる。はい、俺見てる。めっちゃ釘付けマン。めっちゃ釘付けマン。からの、ちょっと、出れないな。これだけでも持ってると、そうね。いけるいけるいける。多分右から入れるから、これだけ引き付けとけば。ナイス。結局俺がおとりでずっと死んでただけですね、この試合は。なんかすげえ悲しいんだよ。これ俺視点見せないと、俺何もしてない
本当にデス数だけ重んでるバカな試合だよね、これ。だよね。間違いないよね。間違いないと思うな、これは。まあでもちょっと面白かったな。あんだけホコ無視するのかっていうのも。ちょっとなんか、いろんな意味で面白かったからいいや。この試合は楽しかったね。なるほどな。結構だから、慎重に言ってあげた方がいいのかな、もうちょっと。多分。あんまりこう、試合展開、早すぎても良くないだろうし。まあ自分は今の試合かなり、先般かましてたんで、2、3回ぐらいいらないデスしてたんで、そこ反省点なんですけど、そうだね。ちょっとなんかアロアナは、やっぱもうそういう文化はなくなったのかもしれないね、昔みたいに。ホコぶっ壊して、ホコバリアの爆発で何人か倒して、ついでにそれで何人か倒して、突っ込んで、わー、20、みたいな。昔結構そういう感じだったんですよね、アロアナホコ。なんか定番の攻め方だったんですよね。で、守備するときは、相手の左サイドから入っていってカウントを取らせるとか、まあ、言うて高台より向こう側にホコがあれば、どうにかなるみたいな、そういう試合展開が結構昔は多かったんですよ。ちょっと変えた方がいいね。変えましょう。変えましょう、変えましょう。なんか、よろしくない。多分時代に乗り遅れてる。ダメね。ダメね。典型的な最近の若者はどうたらこうたら人間にはちょっとなりたくないから。よし、そうしよう。手でからいんかーい。手でからいんかーい。なんかでも前も言ったような気がするよね。それね。まあいいや。ノバロング。ドラコラとあと後ろを見てなかったけど。まあ結構いやらしいですよね。ダイオニカ。まず取って一回、ここは引く。ここはホコ割り、そこまで、重要だけど、そこまでアド取れないから、ノバ的には。ホコ割った方がスペシャルは溜まる分。ナイス。ただ、いや、きついね。さすがにこれは塗ってあげないと、洗濯機も行きなさそうだし。それは、あんまり、行くない。台を吐かれて、台を台をで、逃げ切っていく逃げ切っていくしかしまた台王が刺さっていく。どうしようかな。こうだな。ナイス。わーとこ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 とあ、めちゃくちゃ遅く積んでなかった。あ、意外と遅かった。いや、今、ふざけてたわけじゃないんですけど、多分あれ、塗ってる間にやられそうだったんで、相手の位置取り的に。多分歩いた方がカウント取れるなって思ったら、案の定あんまりだった。すまにょ。ゲームをよく分かってなかったのかな、ね、これはね、洗濯機が行く方が、意外と行きやすいっすよ。はっ、そんなとこにいんの、マジか。潜伏全部クロラコラー。ここ。これは持たせて、あ、最近ちょっと思ってることが一個あって、あれですよね。ホコ持ってると、相手のスペシャルがめっちゃ溜まるみたいなさ、そういうのを知らない人結構多いですよね。ナイス？めちゃめちゃホコ持ってじわ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 攻める人、多いじゃん。ナイス？これはホコ割って、あ、なんかやる、なんかある。せーの、このぐらい。誰も来ない。ちょっと今のタイミングじゃなかったかな？これは。大丈夫かな？なんでそこにいるんですかね？なんで今のところにいるんですかね？ずっと潜伏してたってことなんですかね？来てたんですかね？ 54 だもんな、ただな。ナイス。いや、マジか！あ、ぶるね！ラス1。ラス1。ナイス。持って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 。ナイス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 。ナイス持ってくれるだけでありがて。前、もうどん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 来ていいよ。どんどん来ていいよ。どんどん来ていいよ。どんどん突っ込んでいいよ。どんどん。いやー、ごめんなさい。死にます、それは。いいよ、全然いい、全然いい、全然いい。こうしてくれた方が全然ありがたい。自陣でパン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 打ってるよ。全然こっちの方がありがたいから。今のタイミングはね、特に人数有利取れてるから。よいしょ。はーん、なんか全然違うところで出たんですけど。あ、来ない。あー、ごめん、死ぬ。あ、打ち。
攻めるね。攻めるね。自分で矛所で倒していくね。やっぱでも54なんだよね。スパなんだよな、やっぱデカラインのあれって。スパ戦とかじゃないのか、センサーなのか、普通に。ちょっと薄かったな。この辺。ちょっとこれは手前すぎましたね。どっから出てくるかわかんないんだけど、あのローラーマジで。進出鬼没すぎる。もうやりに来てる、完全に。どこ？あ、ナイス。あ、いいね。洗濯機だと。あ、マジで。あー、出ないか。笑った。こんだけでも、濡れてて、ローラーにやられてんだ。ちょっとこれ俺が下手なんで、あかんですわな。お、マジ、いや、今は確認取れてる位置なんで、しゃあないな。いや、もう、なんか、対戦のそういうのはもう諦めてるから、最近。あ、でもこのタイミングで大王に取ってくれてるから、あとは、相手がここ一回引いて、ラスト止めなきゃいけないタイミングで、ちゃんと止められるかどうかゲーだと思うんで、あ、一個ここ死んだのはでかい。一個死んだ。あ、ごめん、バカ。それは甘いな、それはやっちゃいけないな。ダメだな、下手だな。下手すぎる。ちょっとノバばっか持っとう、これから。まだ来ない。ナイスー。スパショだな？俺じゃないな、今のはな。俺の場合ですな。ちょ、下手でしたね。かなり下手でしたね。相当下手でしたね。いやー。まあ、勝てたからいいけど、なんかちょっとなー。2戦連続腑に落ちない結果って感じでしょうかね。ローラーにボコボコにやられたのはちょっとこれは反省しないといけないところだな。よし、ノバを持とう。ちょっとこれは、完走するためにノバを持とう。他のルールでも決めよう。そうしよう。では、次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。バイバイ。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。動画の下の赤いボタンポチっていただきたいと思います。高校野球、代表校が続々と全国的に決まっていますが、我らが西東京代表は、初出場、八王子高校に決定しました。友達も八王子高校に行ってるんで馴染み深いですね。ではまた明日、あったかくして寝ろよ。